の日は古典を検証する日本の記念日である。日付は11月1日。古典の日における古典の範囲には、例えば、漢詩、囲碁、クラシック音楽、海外文学の翻訳等のように、諸外国で創造され、日本で受け継がれたものや、武道などの身体文化、茶道、華道、書道その他の生活文化を含み、時代区分では、明治期の作品を含む。同日から、 教育、文化習慣が始まり、前後の時期に関連行事が行われる。2008年11月1日、源氏物語1000年記を記念して、古典の日が宣言され、式典が上皇秋人、上皇后、道子臨石の元国立京都国際会館で行われた。翌年3月、古典の日推進委員会が源氏物語1000年記委員会から開組されて発足した。 同委員会による古典の朗読コンテストが2009年から行われているほか、各地で古典にちなんだイベントや公演、図書館での催し物などが行われている。観光五年11月1日に土見門殿で催された厚平新王誕生後の50日の祝いの演席場面。左絵門の、ただし、藤原近藤が、あなこ、この辺りに若紫やサフラフと、 水退で戯れに尋ねる。紫式部日記絵巻より、紫式部日記の刊行5年11月1日の記述に、源氏物語の作者紫式部に対して、藤原均藤が、あなかしこ、この辺りに若紫やサブラフと語りかけたとある。若紫とは、源氏物語の登場人物であることから、この記述は日本を代表する古典文学である。 源氏物語が歴史上初めて記録されたものであることを根拠としている。このため、作家の瀬戸内寂聴、佐藤浦千家前家元、千元室などが呼びかけ人となり、記述の日から1000年目に当たる2008年の前年、2007年1月に京都府などを中心に立ち上げられた源氏物語1000年期委員会が11月1日を古典の日とすることを提案した。 2012年、福田康夫元首相を会長とする超党派の古典の日推進議員連盟が3月に発足し、本格的に法制化へ動き出した。古典の日を祝日ではなく、国の制定する記念日とする法案が8月に議員立法で提出され、9月に施行された。古典の日に関する法律は、古典の日の目的と内容、古典の日における古典の定義を定める。 1> 第1条この法律は、古典が我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根付かせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 第2条この法律において古典とは文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術または思想の分野における古来の文化的所産であって我が国において創造され、または継承され、国民に多くの計託をもたらすものとして優れた価値を有すると認められるに至ったものを言う。 第三条国民の間に広く、古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。古典の日は11月1日とする。国および地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。国および地方公共団体は、全校に規定するもののほか、家庭、学校、職場、 地域その他の様々な場において国民が古典に親しむことができるよう古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとするありがとうございます